SD50 系機関車、チェシーシステムは、かつて1973年から1987年に、かけて存在したアメリカ合衆国の鉄道の持ち株会社である。保有していた鉄道会社は、チェサピークオハイオ鉄道、ボルチモアオハイオ鉄道、ボルチモアオハイオシカゴターミナル鉄道、そして、ウェスタンメリーランド鉄道の4つであった。 1980年に持ち株会社シーボードコーストラインインダストリーと合併し持ち株会社 CSX コーポレーションとなり保有していた鉄道は後に CSX トランスポーテーションとなった持ち株会社の合併と子会社である鉄道会社の合併時期が異なるものが多くまた持ち株会社が解消したのに子会社はそのままである時期があるなど関係を把握するには 注意が必要である。以下、一段インデント部分は、チェシーシステム、または、後継の CSX コーポレーションの子会社である、鉄道会社に関する記述。二段インデント部分は、後にチェシーシステムと合併する、シーボードコーストラインインダストリーの子会社である、鉄道会社に関する記述である。チェシーシステムのロゴマークには、子猫が描かれている。この猫は、 チェスシーと呼ばれており、機関車の前頭部にも描いてある。チェシーシステム自身は、機関車や車両を所有していなかったので、子会社である鉄道会社の機関車に、このロゴマークが、鉄道会社名の略称とともに描かれている。チェシーシステムは、旧レディング鉄道の4-8-4型蒸気機関車2101号を胴体保存した。これは、 B&O 創立150周年記念イベントから始まったツアー、チェシー・スチームスペシャルで使用された。それ以前には1975年から1976年にかけて全米本土48州を回る建国200周年記念列車、アメリカンフリーダム・トレインの牽引機としても使用された。この列車は18両から20両の客車を3。 10連の蒸気機関車が牽引するもので、本機が1両目であり、2両の淡水車を連結していた。本機は1979年5月に、線形庫に保管中に火災に遭い、外見のみが修復されて、現在では、ボルチモアの B&O 鉄道博物館に生体保存されている。ありがとうございます。